こんにちは、つよぽんです。今日のつよぽんトピックは、まあ今さら私ごときがトピックを立てるまでもございませんが、日本の新元号が令和と発表、日本の古典万葉集から初引用ということで、4月1日に平成から令和になると発表されたということで、そうですね、新元号ビジネスというかですね、そういうところで今日はお話をスタートしてみたいかなと思います。よろしくお願いいたします。はい、まあね、いろんな人が新元号は何になるのかということで予想はしていましたが、当てた人いますかね。ね、これちょっと予想を裏切ったような感じで、まあ平成の時もそうでしたが、どんな年号になっても、どんな元号になってもですね、まあ違和感を感じるものでなきゃいけないわけですから、新元号が違和感があるのが当たり前ということで、はい、話を戻して、まず新元号にあやかる動き、企業名や商品名で広がるかということですけれども、ありがとう平成まんじゅう、はい、つまりまあ平成の時代、平成というね、その名前の入った商品いっぱいあったと思います。学校法人平成学園高尾幼稚園とかね、はい、ですから、まあ、社名とか幼稚園、学校、まあ、学校法人の認可を申請する際にということで、平成学園という学園ができたりとかね、はい、まあどうなんでしょうね、平成学園令和になったらまあちょっと古い感じがしてくるのかもしれません。はい、ありがとう平成ま、ありがとう平成まんじゅうにしてもですね、これまでに10万個以上が売れているということのようです。たった1日、まだね、厳密に言えば平成ですけれども、新しい元号が出てくると新鮮な感じがしますよね。はい、新しい元号になって、まずこうしたシャチハタさんは儲かっちゃうでしょうね。はい、シャチハタさんの株を買ってた人はどうでしょうかね。間違いなくこうした印鑑とかゴム印の類はもう平成使えないですからね。平成がデフォルトセットされているようなものは全てこれ、まあ、ある意味めっちゃお金かかりますよね。でお金かかるところに携わっている会社、企業、業種は大忙しなんじゃないでしょうかね。事前に作るわけにいかないし、さすがにこの4月1日、実際に令和になるのは5月なわけで、1ヶ月間の30日間猶予がありますが、大変でしょうね。こういう事前に分かってりゃ、まあなんだろう、そのクリスマスケーキをクリスマス当日に合わせて大量に作るように仕込んでおくことを、でもこれ仕込みをする時間が全くないわけですから、はい、皆さん頑張ってほしい、他人事で言ってますけれども、そんな風に思います。はい、なんかね、新しい時代が来るのかなという感じはいいですよね。はい、で、あれ、この商標、例えばありがとう平成まんじゅう、これ平成まんじゅう
というようにですね、そうだな、令和まんじゅうとか令和キャンディーとか令和いちごショートケーキとか令和ギターとか令和なんちゃらとかね、その商品名、いや別にこれ商品名にしてもいいと思うんですけれども、商標というものが世の中ありますよね。じゃ商標が取れるのかどうかということなんですけれども、これはね、新元号の令和は商標登録できるのかということ、特許庁に聞いてみたとありますが、結論から先に言うと取れないです。取れません。終わりということですね。一応読みます。特許庁の審査基準では、現在平成過去昭和これから令和に関わらず元号と認識される商標は登録を受けることができませんと、できない、正式な表記、この漢字の令和だけでなくアルファベットやひらがな令和、もちろんじゃあカタカナはいいのかダメですということで、原則認めないということになります。だから令和まんじゅう、元号と一般名詞を合わせた商標も原則なし。だから独自性ある単語を掛け合わせれば商標として登録できるかもしれないということですね。令和まんじゅうだったらダメだけど、令和アルミまんじゅうとかね、普通ありえないような、商標って大体そうですね。そう、例えば森永と明治から美味しい牛乳っていうのは出てますよね。ということはこれ商標登録されていないからそういうことが起きるわけですけれども、美味しい牛乳、誰でも思いつきそうですよね。美味しい牛乳、これはダメだと。でも例えばブラック牛乳とか海の牛乳とかね、海に牛乳って基本ないですからね。まあそうした令和ブラック牛乳だったら取れるかもわからない。ただハードルは高いというようなことじゃないでしょうか。はい、すごいですよね皆さんね。新元号発表直後に製造する世界一早い新元号入り商品ということで、飴を作っている会社、飴キャンディーっていうかね、90分で新しい商品開発しちゃうということで、まあいずれにしても新元号が令和になったということで、まあ、どうせだったらね、そこに少しでも乗っかっていくようなビジネスを考える頭のある人はやってほしいかなと思いますし、そこで経済効果が上がれば全体の雰囲気もいい方に向かっていきますからね。はい、だけどあれだね、今ふと思ったんですけれども、商標登録日本の特許庁はできないでね、諸外国にバンバン令和なんちゃら取られてしまって、あれみたいなねことになんないような、そういう柔軟なところも欲しいかなとは思いますけれども、はい、ということで今日のつよぽんトピックは、令和新元号商法ビジネス的なところでお話を終わりたいかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。つよぽんでした。バイバイ。